まあ、表具っていうのは作品があってそれを引き立てるための仕事ですね。引き立てるもんがメインですから、残すのは作品ですからね。まあ、新しいもんでも古いもんでもお客さんの思いを形にしてあげるっていう。掛け軸、まあ、額でもそうですけど、雨漏りをした作品を修理する、洗う時が一番神経使いますね。雨漏りっていうのは瓦の下に敷かれてる土とかで、壁の聚落の壁の土とかの成分が地方地方によって違うんです。その土を通ってきた成分がシミになって掛け軸にかかって茶色いシミなんですけどね、それが一番やっぱり大変やね。皆さんがね、普通博物館に行ったりするとガラス越しにしか物が見れない。それで、まあ、普通のギャラリーなんかのとこでもね、手でなんか触らせてもらえへんような作品、私らそれを手でね直に触って、まあ変な話いじくり倒しますよね。修理するときはやっぱりいじくらんと、それは役得ですね。伝統はね、振り返ったら伝統なの。今日があり明日があり、明日からすると1日昨日が伝統、これが100年続ければ伝統っていうだけのことでね、伝統はやっぱりどん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 作っていくもんやな。